XV1700 ロードスターはヤマハ発動機が製造を販売しているクルーザータイプのオートバイのシリーズ車種。本校ではロードスターのサブネームを持つ XV1700 系モデルをシリーズ車種として開設する。ヤマハミッドナイトウォーリアー XV1700 ロードスターは2014年までの段階においては日本国外使用モデル専用のラインナップである。 当初は x v 1 6 0 0ロードスターシリーズの派生モデルとしてウォーリアが登場。後にロードスターの各モデルも1 6 0 0から順次1 7 0 0にラインナップを更新され実質的に後継車種シリーズとなった。他に1 6 0 0との際は標準モデルのロードスターのみに用意されたミッドナイト仕様がシルバラードやウォーリアにもそれぞれ用意された。 また2008年を境に燃料供給装置が従来のキャブレターからインジェクションへ移行する業界全体的な彗星の中でインジェクション採用モデルの SCO が追加されている。これらの点から先代モデルに比べて多彩なラインナップを展開したことが特徴と言える。なお、北米市場向けモデルについては車種名に排気量ナンバーを含まない名称で販売された。 XV1700 ロードスターウォーリアは最大排気量の新型車種として2002年に発売。ベースモデルのオフエンジンを 1602cc から 1670cc まで排気量を拡大し、倒立式フロントホークや集合式マフラーなどを装備。フロントステップはフットペグタイプを採用するなど通常シリーズのロードスターよりもスポーティーなモデルとなっている。 2006年モデルからは、XV1700 ォーリアに、名称変更された。また、同年には派生モデルとして、XV1700 ミッドナイトウォーリアが登場。マフラーサイレンサー、エキゾーストパイプ、エアクリーナーカバー、ヘッドライトケース、ウィンカーボディなど車体各部のパーツが、徹底的に、ブラックアウトされ、キャストホイールのリム部分に赤いラインのアクセントカラーが、 外観上の大きな特徴となっている。x v 1 7 0 0ォ o l i a 及び x v 1 7 0 0ミッドナイトウォーリア l は2009年モデルがイヤーモデルとしての最終型となり2012年までラインナップされた。以下に示す年は原則として年モデルを指す。仕様変更なしでイヤーモデルが継続販売された場合は具体的な時期を段階で突き。 XV1700 ロードスターは、車体構成は、先代モデルの XV1600 ロードスターと、同様ながら、1602cc から 1670cc まで、排気量を拡大されたエンジンを搭載する。2003年発売の2004年モデルより、ロードスター、ロードスターシルバラード、およびロードスターミッドナイトの3機種が、従来の 1600K から 1700K に、 更新された。標準モデルのロードスターと黒で統一した外装とキャストホイールを採用したロードスターミッドナイト、そしてウィンドシールド、CC バー、サドルバック、ホワイトリボンタイヤなどを装備したツアラー仕様のロードスターシルバラードが初期ラインナップとなる。後にサドルバックの代わりにパニアケースとキャストホイールを採用したロードスターミッドナイトシルバラードがラインナップに追加。 2007年には、インジェクション仕様のロードスター S と、ロードスターシルバラード S が登場し、ラインナップを再編。ロードスターおよびロードスター S と、ロードスターシルバラードおよび、ロードスターシルバラード S との4機種がラインナップされる体制となった。ロードスターシルバラード S では、パニアケースを採用するとともに、ホワイトリボンタイヤではなく標準タイヤにキャストホイールを採用する点が特徴となる。 以下に示す、年は原則として年モデルを指す。仕様変更なしでイヤーモデルが継続販売された場合は、具体的な時期を段階で突起。AB Yamaha Motor Corporation USA 2002 Road Star Warrior i n f o r m a t i o n ハット AB2006 ヤマハウォリアーフォームハット AB2005 ヤマハロードスターウォーリアーインフォメーションハット AB2006 ヤマハミッドナイトウォリアーフォームハット AB2009 スターモーターサイクルズウォリアーフォームインフォメーションハット AB2009 スターモーターサイクルズミッドナイトウォリアーフォームインフォメーションハットヤマハモーターコーポレーション USA2004 ロードスターインフォメーション、ハットヤマハモーターコーポレーション、USA2004 ロードスター、シルバラードインフォメーション、ハットヤマハモーターコーポレーション、USA2004 ロード、スターミッドナイトインフォメーション2008ヤマハ、ロードスターエースホーム、インフォメーション、インフォ2008ヤマハロードスターエースホーム、インフォメーション、インフォ2009スターモーターサイクルズロードスターホーム、 インフォメーション2010スター、モーターサイクルズロードスターシルバーラードスペシフィケーションズ、スペックツ、ありがとうございます。